神奈川県南足柄市に住む宮崎孝子さん。近所の子どもたちに絵を教えるようになって今年で3年になる絵の世界と全く関係のなかった宮崎さんが絵と関わるようになったのは偶然のきっかけ一冊の本との出会いだった この本の著者で創造表現研究会会長の高杉功先生は一般に世界中でやってるあの図工教育っていうのは問、うん、動会の絵だとかねそれから、えー、母の日にはお母さんの顔を描くとかこういう生活画なんですね。と造形教育の目的っていうのはそうじゃなくて、えー、自分であの考えて工夫するこういうことが目的じゃないかと思うんですね。 写想像画に入るっていうのは写生想像画でない場合もありますんでねあの写生想像画高杉先生の考え方に共鳴した宮崎さんは以後想像表現研究会の会員となり高杉先生の指導を受けた今では必要な研修を終え子どもたちに絵を教える立場にあるしかし 創造教育と一口に言っても、一人一人性格も能力も違う子供たちに絵を教えることは難しい。何度も壁に突き当たった。良い相談相手だったご主人は今、仕事の都合で単身赴任、仙台にいる。子供と一緒に遊びながら、 子供の絵の本当の先生はお母さんなのですという高杉先生の言葉を思い出す。絵を描くことは心の中にたくさんの世界を作っていくことだ。そう信じながら、今日も子供たちと一緒に絵を描いている。